皆さん大きな声で挨拶をしていただきたいなと思います。皆さんの大きな声、2階の皆さんもよかったら一緒にこんにちは大きな声で言ってください。皆さんこんにちは。こんにちは。もうちょい元気出るはずです。いきますよ。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。私たちはと忘れしちゃった、ごめんなさい。みんなでプロデュースできるソーシャルアイドルの2人といます。じゃあ簡単に自己紹介させてください。はい、私佐藤春こと佐藤春香です。はい、なーちゃんこと片瀬なるみです。はい、べちここと渡辺べちこです。私たちはですね、普段のライブからずっとそうなんですけど、写真撮影が OK になっております。そして撮っていただいた写真を Twitter や Facebook の SNS に投稿することも OK になっておりますので、皆さんたくさん写真を撮ってたくさん投稿してください。よろしくお願いします。はじめましての方もね、ぜひ写真撮って名前と、はい、顔と覚えてくれたら嬉しいなと思います。私たちみんなでプロデュースできるコンセプトに活動しているんですけど、というのも普段インターネットを通じて楽曲だったりとか衣装とかを募集しています。この衣装もね、はい、インターネットを通じて募集した中から選ばせてもらいました。すごく可愛い、可愛い、春らしいピンクとなっております。で、私たち後ろの写真にもある通り、実は4人組なんですよ。4人組なんですけど、今回ちょっと1人ね、この子がインフルエンザでお休みをいただいております。皆さん大丈夫ですか？健康の方は予防してますか？あ、よかったです。でもやっぱりマスクしてる方が多いですもんね。ね、予防に勝る治療法はないもんね。はい。なので皆さん今日は3人ですけど、気持ちは4人でやってますので、楽しんでいってくれたらいいなと思います。そしてタサキョンって言うんですけど、あの子が、あの子の誕生日が3月8日なんですね。で、その3月8日に私たちニューシングルをリリースします。ありがとうございます。今回そのサンクスアミリオンありがとうというタイトルの曲なんですけれども、こちらの曲もありがとうをテーマにしてインターネットで楽曲を募集させてもらいました。で、3曲にまず絞り込ませてもらって、それをまたネット投票で1曲に絞り、その1曲に対してまた皆さんから歌詞を募集して、皆さんのありがとうがとても詰まった曲になっています。これからね、卒業シーズンとかだと思うんですけど、皆さん周りにいる人にありがとうを伝えるきっかけになる曲になればいいなと思います。すごく私たちにとっても大切な曲ができたので、皆さんの心に届けばいいなと思って歌わせていただきます。それでは3月8日発売のニューシングル聴いてください。サンクスアミリオン、ありがとう。眩しくて描いてた夢の
金活動も始めていますので、皆様よろしかったらご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではナタルの曲もラスト2曲となりました。皆さんラスト2曲たくさん盛り上がってくれたら嬉しいです。上の方もね、皆さんよかったら手拍子とかで参加してくれると嬉しいです。よろしくお願いしま す。それでは聴いてください。 My Baby My Lover。
ここでお会いできれば嬉しいなと思います。以上、私たち創世アイドルの